9月12日午前中の取引を終えました。日経平均株価トピックスとも午前中の段階では反落でした。日経平均昨日に比べて92円93銭安い2万と2571円76銭で前引けを迎えました。一時下げ幅、日経平均の下げ幅ですね、140円近くになる場面がありましたが、前引けの段階ではなんとか92円安。そしてトピックスも昨日に比べて 12.27 ポイントの下落で 1686.64 であります。東証一部全体の8割強、1748銘柄が下落、上昇したのはわずか1割、302ですね。上昇300に対して値下がり1700ということで、ほぼ全面安の商いではあるんですけども、指数にすると日経平均92円安ということで小幅安、指数は小幅安にとどまっています。それでは日経平均株価の冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均冷やしであります。昨日この75日線オレンジと25日線グリーンを一気に上抜いて大陽線を立てて急速なリバウンド反発を見せました。昨日はほぼ高値で引けています。今日は昨日上げすぎたと、300円近い上げだったという反動なんでしょうか。高く寄りついたもののやや上値を重いという動きでありまして、マイナス圏、昨日の終値に比べるとマイナスであります。ただ昨日のローソク足と今日のローソク足を見ていただきますと、今日の高値というのは朝方ではありますけども、昨日の高値よりも上、つまり昨日の高値を今日の高値は抜いています。そして昨日の安値というのを今日の安値は今のところ割り込んでいません。こうしたことから全体的に引いて見てみますと、この反発基調ですね、先週末あたりをボトムとした反発基調というのがまだ続いているような格好であります。あさって金曜日の日、メジャー SQ ですが、それに向けて指数としてはどちらかといえば上向きというのが今日午前中までの段階の動きです。こうした中でありますが、今日個別銘柄の動向としては、さすがに外需系の大型株といった主力どころを買い上がる動きにはなっていません。対して安全圏、安全性が高い内需ディフェンシブセクターに資金が集中しています。例えば9613の NTT データであります。 NTT データは日経平均が乱高下している昨今の相場付きに比べますと、こちらは安定的に上値をじわ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 と切り上げていると、非常に買い方にとってはいい形状のチャートとなっています。今日も昨日のところからギャップアップ、窓を開けて買われまして、午前中の段階で高いところ1499円まで買われています。こちらは 2.3% 高しています。昨今データ決済絡みですとか、フィンテック IoT 関連でさまざまな材料が出ています。これら総合的に NTT データに関わってくるということで、全体的なこうしたトレンドが追い風になると、業績の追い風になるという見方があるようです。極めて強い動きですね。今日は NTT データのほか、ソフトバンクですとか KDDI、NTT ドコモといった情報通信系が午前中は堅調な動きを見せました。対して軟調だったのが電子部品ですとかエレクトロニクス関連、特にアップル関連銘柄と言われる銘柄です。6963ロームのチャート見ていきましょう。こちらですね、直近やや崩れ気味のチャート、それでも25日線のわずか下でとどまっていましたけども、今日は大きく売り込まれています。大陰線をつけて売られています。安いところで8460円まで売られました。ロームですとか村田、それから TDK といったところはアップル関連と言われています。アップルの iPhone、今日の12日ですね、アメリカ時間の今日12日、つまり明日13日の東京時間の早朝、新型の iPhone の発表会が予定されています。これを前にトランプ大統領がツイートをしていまして、アップルは中国で多くの生産をしていると、中国にアメリカは輸入関税を課しますから、そうしますと中国から輸入されたアップル製品のアメリカ国内での価格は上がると、それが嫌ならばアメリカ国内に生産拠点を戻せなどとトランプさんがツイートしています。これを受けてアップル関連、アップル株そのものが足元さえない動き、東京市場にもこうしたマイナス効果が波及し続けています。以上、前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。